課金コード今の時代、ゲームやる課金は、至極当たり前の文化になりました。人生を豊かにする課金。それはとても素晴らしい。ですが、課金とはいえ、不幸になる課金も存在する。<laughs> ということで、今回は、<laughs> エイペックスの課金での NG 行動を、総勢圧つ紹介していき、<laughs> マクシモンホルモン。 新キャラ解放今やエーペックスのキャラは25体。もはやスマブラい,いよまるでガンダムの巻部。エーペックスのキャラは課金でも解放することができる。1キャラ750円と、決して安いもんじゃない。唐揚げ棒3つはいけるぞ。またキャラはレジェンドトークンという、レベルを上げた時の報酬でも解除できるため、ここで大々的に言わてくれ。金使ってキャラは解放しちゃダメ言わずともわかってる方がほとんどだと思いますが、エーペックスでの節約において、基本中の基本だから忘れるな。ただ唯一、カラー解除において、お金を使っていい、 いい瞬間がある。ローンチバンドル新キャラ登場の時に、記念としてリリースされるバンドル。これは新キャラの新スキンとともに、キャラの解除をしてくれるので、お金を使うことになるんですが、ローンチバンドルは爆絶を得。再販も年一クらスしかないので、理想を言えば、課金するなら毎度購入することを勧める。でも今回のはズれかな。自分、顔白い系あんま苦手なので、それは面白い。うん、顔白いだけに。ダメですさあ皆さんは初めての課金で、何を買ったか覚えてるでしょうかぜひともコメント欄で教えてください。おいお前らこれ案外忘れがちだから、 何度でも言わせてもらう。エーペックスは無料ゲーや。ありがとう。そして、なんでだよ。1000円課金。エーペックス課金において最高級の偶行。人生において最大の後悔は、実は見えてないところで、たくさんあるんだよ。これは要するに、たった1000円のためだけに課金すること。1000円という額を少ないと言いたいわけじゃなくて、コスパが最悪。これに限るね。では、エーペックスにはどんな課金があるのか、それぞれティアリストで紹介していこう。まずは最小価格。500エッコインで620円。円安の影響で値段が上がるね。でも YouTube はアメリカの企業だから収益的に見たらバックアド。これの評価は E ティア。これで課金するくらいならお母さんにカントリーマンをあげよう。お次、2150エペコイン。これは B ティア。1個だけスキンを買うならギリおすすめ。お次、4350エペコイン。これも正直 B ティア。バンドルで一気に買う時に活躍する。その時以外は正直ごめん。あの言葉にできない。そして67000エペコイン。圧倒的 A ティア。ここからならギリ許せる。最後に1500エペコイン。これ一択 S ティそうです。Apex に課金するのであれば 一万円からこれを意識して欲しい。というのも一万千五百円コインのを買えば通常一万コインのところをボーナスで千五百コインついてくるのよ。これが他のラインナップに比べて強い。ましてや千コインのやつなんてボーナスゼロだし、五百コインのもゼロだから、ボーナス目当てで課金はしてけ。ええー、でも一気に一万円はなかなか手が出ないよ。ですよね。その気持ち大いにわかる。ですが先ほど言いました。本当の後悔は目に見えないところにある。なのでこれの唯一の解決策は貯金すべし、一万千五百コインを買えるまでのお金が たたまままるでで課課金金ははは控えててていいいいいだだだきたい非常ななと思いますでも俺は課金において後悔だけはして欲しくないこの年で、この年だけで、今回この動画を投稿した。そしてあなたは、この動画を見てくれてる。絶対に後悔させない。そしてチャンネル登録、プレイスですが世の中は例外だらけ、例外に例外を課された結果であると。ただ唯一、ただ唯一だけ、エ p ペックスに1000円だけ課金しても、許されてもいい瞬間がある。それが、これだバトルパスこれだけは1000円課金を許してくれる。 課金要素ボトルパスとはシーズンを通してクリアする、たった1000円で神クオリティのスキンやアイテムがゲットできる、ゲーム界のサブスクリプション。ボトルパスであれば、1000円課金してもいいというのは分かった。だが、実はボトルパスにおいても、NG 行動はあるんだぜ、キヤカハ。そりゃまさにこれ。そもそも買わない。そうだね。買わないと始まらないからね。ボトルパスは買って初めて、ボトルパスだからね。買わない時点で NG 行動だというのは嘘で、レベルアップ購入実はボトルパスは、レベルを買うシステムがある。ワンティア150円、ジュース ポンンやべえよ、円安。それを買った時点で、バトルパスは敗北。恥を知れとでも言いたい。たとえ残り日数がわずかで、レベルがまだまだな場合でも、案外間に合うんだよね、これね。今回のバトルパス送信を逃したら、もう一生後悔するそんなこともないんだよね。100レビまで、全ティア購入してやれなんて持ってるほか、超金持ちならいいんですけど、一般的な感性で言うなら、ンティアも買うべからず、また、バトルパスは一度買ってしまえば、その後永久的にバトルパスは回せるので、人生で一度くらい1000円を、エーペックスにかけてもいい じゃないでしょうか。ということで、ここまでこの動画を見てくれたあなたに、エ p ペックスおすすめコインの回し方講座レッツゴー。俺が毎度している最高の金の回し方を教える。スパルジョを買うために2万円を入れて、余ったエピコインでバトルパスを買う。この購入ムーブができたら、エペ加金ランクマスター。相当お金の使い方上手ですね。これがまた1万円からの課金が効いてくるのね。お得に賢くエペ加金していこうぜ。いや、無料でも十分遊べるからぐっさ <laughs> エキゾチックシャドード絶対に買うんじゃねえこれに限るんだよね。エキゾチックショッピングは金持ちの道楽。エキゾチックシャードはシーズン21より追加されたエーペックスコインにクラフトメタル、レジェンドトークンにスパレテシャードに次ぐ第5の新通貨。これの使い道はバトルパスの最終報酬スキンやコバルトカタールと色違いなど、今現在だと使い道はそれだけ。今後増えるんだろうな。皆さんのご想像通り、エキゾチックシャードを課金するときも1万円から課金する。これを心がけること。では今現在エキゾチックを 買ってはいけない理由とは、代わりが効くフラットラインのオーバーヒートも、救急のミスティックコイルも、どちらも代わりの効く存在。ワンスキン50エキゾなので、値段で言えば5000円。決して安い価格ではありません。また、エキゾチックシャードは、理不尽で不条理な存在なんですよ。エキゾの不思議あるある。よーし、オーバーヒートと、ミスティックコイル買ったぜでも微妙に余っちゃったな。どうしようかなーそうだ次の新スキンのために置いておこう数日後。え消えた消費券がなぜかある消費券がなぜかあるさて、 今月頑張ったから自分やのご褒美ににエペに課金しちゃおいや、それ、あの、エペックスでのご褒美やな。ダメだ、ね。そういえば、すでに課金した分があるじゃん。これで買おうと。で、あれコインで買えないんですけど、エペコインでは買えない。エペコインでは買えない。いい加減にしてください。あと、これ、キューキー押したら、すぐに課金できるようになったの、これ。謎利子説なのやめてね。色違いスキンこれぞ、エペックスの隠れた魅力。無料でエペを遊び尽くしたいなら、これを乱用せよ。活用じゃない、濫用だ。色違いスキンというのは、 のスキンを持っているとレジェンドトークンで無料で買える紙システム1600のものと6500のこの差どこでなんで生まれたここでの NG 課金行動は色違いスキンを買うなおっと勘違いしてはいけない色違いスキンを買うなとは言ったがそういう意味じゃなくてお金を出して買うなはいやばいやつ色違いスキンを無料で買えるものは無料でクリアしようこれに限るわけだって無料でゲットできるんだもんこんなもんにわざわざ金を使う理由はないただしここで例外ポイント色違いにも唯一 課金してもいい瞬間がある。紙スキン再販一部の武器には、色違いがベストだと言えるものがある。それが再販された場合と、どうしてもどうしても、レジェンドトークンが間に合わない場合に限り、この二つの条件が合致した時だけ、課金が許される。ということで、ここでは、ギリ課金が許される紙スキンを厳選して紹介していく。ウィングマンディスマンドラー。某ウィングマンの紙が愛用する一品。見やすい上に紙ビジュアル。このスキンが再販された場合は、ギリ課金が許される。言うて本当にギリギリよ。ビースキーパー北 愛用の一品見やすいいににビジュアル年に1回くららしかか再販されないから激レア的存在絶対に購入しておこうレースフラッシュポイントたとえ FPS ゲームとはいえキャラスキンも大事なのがエーペックスの流儀通称歯磨き粉レースと言われているがモサに愛用される一品レースに限らず絶対に購入しておけこれらのスキンが再販された場合は目の色を変えてトークンを集めに行け最悪の場合課金してもいいか俺の経験上めちゃくちゃ後悔するよスキン単体ユニクロとかに服を買いに行った時 自分あのバナーとかのセンスはすごいいいんですが、いかんせんリアルのファッションセンスがない。なので単体じゃなくて、そのなんかシリーズ一式で買う。今回はそういう話。エイペックスのスキンにおいて、スキンを単体で買うというのは、愚行中の愚行そもそもの大前提として、欲しいなら買っていい。ここに俺がとにかく言うつもりはない。なんでお前に買うかうらいの主導権を逃げられなきゃいけないんだああいつ置いてます。本物ですかスキンの種類何2種類あります。スキン単体のものと、スキンとは別に他のものが付いてくるもの。これの後者を選ぶという話。 ただこれには注意は必要。いらないものは買うな。欲しいスキンがあるのに、バズ選ンさんが単体では買うなって言うから、しょうがなくこっちのバンドルで買うか。これは悪だぜ。あくまで欲しいものは買うべき。だけど欲しいものがないけど、課金したい時だってあるじゃん。あんのよ。この場合は単体で買うな。とにかくコスパが悪い。わかりやすく例えで表現しましょう。今であると、ナイトライドアーセル。99と341とセンチでいると、ウィングマンとピースキーパー。これらが流行ってるバンドルが、今4900コインで買える。これはめちゃくちゃコスパがいい。5000円で4つのンレアー スキンがああるかからねあとめちゃくちゃゃくっこいいこんな感じで少々値は張りますが、コスパ面で見たら単体で買うより、バンドルで買う方が圧倒的にお得。ただこれは忘れるな。買いたいものは買え。欲望には忠実であれ。ガチャを引くな課金までしてわざわざガチャは引くなこれは全てのエペメンに申し上げたい。とか言いながら、俺は全然引くよって公開。これはどういうことかというと、エペコインでパックを買うこと、読んで地のごと置くやね。運営さんね、親切なことに、前まで100パック買うのに、10パックを10回 も買わないといけなかったんですが、今では一発で100個買えるようになったんですよね。あ <laughs> 100個買って1個でスパラジー引く可能性があるからね。とはいえ、俺はパックを引くなと言いたいのではなくて、パックを引くなら100パックセールがある時にしろ定期的に100パックを6700コインで買えるセールが来るので、パックを買うならその時がチャンス通常購入より約半額で買えるからね。ああええ、でも早くスパラジーが引きたいんだがその気持ちわかる大いにわかるがスパラジーは逃げやしない。いつだって当たるんだ焦らず慌てず落ち着いて。でも天井が近いのがわかっている人に関しては、むしろ100セールは待つんじゃなくて、通常購入 はは許されるかも俺はねおっと、そこでいい質問。バスエンさん、よく着ている10パックとかで、チャームがついてくるあれって買っていいの結論、ギリのギリギリあり。チャームはやらないけど、パックはお得なので、チャンスではある。よーく考えよー。お金は大事だよー。うん 決するな最後の最後は小手先だけの技じゃない心との勝負人間がお金を使う理由は大体が感情です衝動買いという言葉があるほど欲しい買うこれなので欲しいと思ったスキンは本当に欲しいものなのかそれを一晩だけ考えてくださいそれでも買いたい気持ちが収まらないのならそれはもう買っても後悔しない一品だと言える俺はそれでコバルトカタールを買わなくて今となってはバカ後悔してますけどこれはマネですということで以上が NG 課金行動でした賢く楽しくスマートに無理なく無駄なく課金していこう楽しみこのエペミンが 대박당, 웨이! 파리피?